あれですね、今日はオンラインお話し会ありがとうございました。来てくださった方すごくすごくね、楽しかったですよ。イコラブさんの方のオンラインお話し会でしたね。今日は、明日はね、イコラブさんもノイミンさんの方もあるので、オンラインお話し会が、前髪3つ確かに前髪伸びてるね、伸びてるよね。よろしくお願いします。よろしく。席ありがとう、星さん。みんな最近どう最近どう、伸び伸び伸び子さん、前髪伸び伸び子さんですよ。やった、配信見れた、よかった。あみさん、いきなり始めちゃうからさ、なんでなんかいきなり始めるかというと、なんか事前に言うほどのあれがないよなっていう、なんかこう全然なんかさ、なんかボケっとさ、すごいマイペースにさ、ぼーっとした配信をやっちゃうから、なんか申し訳ないって思っちゃうんだ。最近はまあまあ筋トレ頑張ってます。そう、筋トレいいね。あ、そっか、通知来る、フォローしてたら通知来る。いきなりよ、逆にいきなり派ですかあれ見て会ってみたいです。わあ嬉しい、メイテリーさんのってハマりました、嬉しい、会ってみたい、会いに来て、イコノイライフさんありがとう、星星ありがとうございます。今日鎌倉行って食べ歩きしてきて、わーいいね、充実充実、めっちゃ楽しそう。寿司食べたい、ラジオってあやみんで、あー今日の見ました、宣伝のツイッターでしたんだけど、見ました、告知したんですけど、ナックファイブさんね、ニエリーコールジュニアのラジオで夜更かし、今日の夜中の12時半から25時、レノンとアリスとね出ております。そう、レノンとアリスとツイッターみたいにやった、聞きます、聞いてください。どんな話だっけな、結構なんかいろいろでもお話できて楽しかった。お、ゆずきちさんありがとう、キューピッドくまちゃん、アリストでのんと関西組にね挟まれながらね、まあ、ラジオしたんでいろいろお話しした。ジョイラジ楽しみ、ぜひぜひ。マルカありがとう、星さん。相変わらず新しい職場でバタバタしております、忙しいね。でもね、お仕事をねすごい頑張ってる、もうお仕事お仕事とね毎日こうバタバタしてる方すごいねかっこいいと思うんだよね。すごいお仕事頑張ってる方すの、広島で聞けますか、広島で聞けるよね、多分聞けると思う。そう言われたらめっちゃ働くわまあまあ働きすぎもね、やっぱさ人間さ、なんか元々人間も動物と一緒で、なんか森に
森が里みたいな、そう、生き物、人間って生き物らしいから、やっぱこう建物の中でその閉じ込められてずっと同じことというか、まあしてると、それはあれで、みんなね、なんかこうしんどくなっちゃったりするのは当たり前みたいな。そう、散歩とかね、だからすごいいいらしいね、心に。五月病ってなんだっけ、五月病、森が原点、タウンワークの記事見た、記事読んだけど、アイミンが普通に働いてたらやばい、本当働けなさそうだよね。やばそうじゃない、ずっとオフィスにいるのは確かに辛い。そっか、同じ場所で同じことをずっとするのがしんどい人もいるし、逆になんかいろいろなんか毎日違うことをするのがしんどい人もいるような。アイマンと閉じ込められたい、変態ですね。ゴールデンウィークの後やる気なくなる病、あー、やる気ない、なんかやる気ないわけじゃなくてさ、なんかさ、なんだ、なんか元気な性格じゃないからさ、なんか楽しいと思っててもあんま顔とか言葉になんか出ないし、あんま出さないから、心の中でイエーイって思ってるタイプだから、なんか、うん、そういうタイプなんだよね。だからなんかそういう人だから、なんかそんな普通にしてても元気ないって思われるけど、そんなことなくて、普通、それが普通みたいな意味の普通ですね。ハチピーさん、星ありがとう。感情が表に出ない、そうそう、なんかあんま出ない、なんか自分を出してるつもりでもあんま出なかったりする。カイト、ありがとう。魔法のランプ、魔法を叶えておくれ。最近ハリーポッターとかちょっと見てる。やっぱハリーポッターの賢者の石とかさ、めっちゃさ可愛いよね、みんな。お仕事は疲れるけど、お仕事は元気出る、いいね。やっぱこう楽しいことしていかないとね、普通が一番です。イエス、ハリポタの呪文。ハリポタの呪文、インセンディオ、インセンディオしか今覚えてない。デパルソ、お話し会後コンタクト捨てました。これからはメガネです。あ、ジュンスケさんありがとう。ペンギンさん、メガネいい感じだった、めちゃくちゃ。コンタクト疲れるよね、まあメガネ楽ですよね。そういうハリーポッター見たことない、嘘。見て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 、1日1時間は日光浴びないとダメみたい。そうだね、日光を外出て日光浴びるとすごいなんかよくわかんないけど楽しくなるよね。今見るまでポンが楽しい、見るポン、楽しみってそうやって言っていただけるとすごい嬉しい。ハリーポッターのゲームでアバダ、めっちゃ掴んでた、アバダ、あれですか、アバダって。頑張ってください、もう頑張ってます。ありがとう。ハリーポッター、映画は素晴らしいね。あかんやつ、赤いやつだな。見るまでポン見るのが楽しみで、ついもつらくない。クソ、その返し好き。そう、みんな頑張っとる。
夏だな、夏になりますね。やっぱ映画は素晴らしい。おすすめの映画とかありますか？なんか推しの子、ちょっとね、ちょっと最初の方だけ見てみたんだけど、なんかすごいすごかった。あのそんなことあるっていうことがいっぱい、面白かった。推しの子供に生まれてくるあ、マリオみたいで、それな、記憶を消すオブリビエイト、オブリビエイト、オブリビエイト、いいよね。オブリビエイトいいよね。一回やってみたいね。ハリーポッターシリーズでどれが一番好き？アズカバンが好きかな。嘘はとびきりの愛なんだの。アマプラにあるから見てみる。1話号泣でした。もうさ、歌も最強だよね。なんか前髪がさ変だね。コナン見ましたか？コナンね、あんま見ないんですよ。なんか家中で誰がコナン好きだったっけ。なんか好きな子いたよね。推しが武道どうか言ってくれたら死ぬがおすすめ。面白い。あれさ、ちょっと見たよ。かけ狂い。アニメ面白いよね。そんなにアニメあんまり見ないけどティームマンさん、星ありがとう。星様ありがとうございます。かけぐるい確かに面白い。なんかちょっと狂ってる感じがやっぱり惹かれるんだよね。ちょっとこう狂ってる、感じの映画に。めみちゃん好き。イコノイライフさん、またありがとう。見える子ちゃん、あ、見える子ちゃん、なんか見たことある。あ、でも階段レストランが一番やっぱ好きかな。奥さんありがとう。姫姫ありがとう。姫サイコスリラー系が好きだ。そうだね、酔ってるから全然内容入ってこない。酔ってるの。おみーさんハートありがとう。ほらホラーは、好き、めちゃくちゃ好きですよ。みんな今日何してました？逆席を使った演出ってなんだろう。円形ステージだもんね、距離近そう。お楽しみにお楽しみに。でもさ、舞台とかさ初めてだからさ、どうしよう。なんか稽古ではさ、まあまあなんかセリフ言えてもさ、お
お客様入ってさ、なんかさうわーってさなって飛んじゃったらどうしよう。寝たいだけ寝てた。ミュージアムとか好きさ、あミュージアムの漫画ね全部読んでますよ。結構昔に中学生とか小学生、中学生の時にミュージアム読みました。面白かったですね。アミノライン来てたね、ありがとう。今日はさあやさんハートありがとう。キャンプしてるマジ。今日もキイちゃん元気みたいですね。元気ですよキイちゃん。すごい今日はもうピー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 泣いてました。セリフが飛んじゃう夢とか見てない。へえ。いやーそれは見てない。初日が面白そう。面白がるな面白がるな。こっちはね一生懸命してますよ。あいみんがセリフ飛んだら代わりに男女上がるねお願いなんとかなんとかこうセリフをこうつなげて。あみさんならやれます。いやみんなそうやって言ってくれるよね。初日と千秋楽がかましてた。わおありがたい。舞台レッスンお疲れ様です。お疲れ様です。ハチピーさんバラありがとう。不安と期待どっちが勝ってる。まだでも今は不安だけど、でもなんかお話し会とかで見に行くよってたくさん報告言ってもらって、そういうのを聞くとすごい楽しみになってる。まあ不安ですけどね。ありがとうハート、ハートくまちゃんありがとう。なんとかなるじゃろ、なんとかなる精神。そうだね今日の。セッキー姫たくさんありがとう。姫姫姫姫ゆずきさんハートありがとう。あー星も今日のお話し会のオフショット載せようかな今から。ライブ何曲くらいか今言える？全くわからない。こちらも分かっておりませんおお。秒でリプします。マジガチ。お待機ちょっと待って、待ってね。でもそんな全然期待しないでください。もういつもの同じようなディズリー、あ自撮りなので、自撮りなので。皆さんじゃあ準備
リプする、リプする準備、いいにする準備、誰が一番でしょう。ゆずきさん、かわいい、ありがとう。かわいい、かわいい。じゃあツイートしましょうかね。まだですか、落ち着きなされ。じゃあツイートしますよ。いくよいくよ。じゃあカウントダウン5543でいくよ。54 3 2 1 0 ツイートー。ボーンされたかな。ツイート、おお、みんな早い。今日もお疲れ様、明日もよろしくね、ビッグラブ、初期。今日もかわいい、わがおし。じゃあ、あゆみちゃん。今日お話が疲れ様。明日も参加するよろしく。おー、いいね、もう早いね、みんな。いいね、いいね実況。リプ実況。この間ね、アイマン独占。完了、完了、ありがとう、みんな。特訓隠立。まゆみさん、マジでさ、どんな方々がいいねしてくれたか本当にさ見てるからね、一人一人。渡辺さん、かわいい、ありがとう。そう、なんかさ、全身写真さ撮ったんだけどさ、ブレブレだった、ブレブレだったよね。もうブレブレでむずい、写真撮るのどうしたらいいんだ。なんか最近めちゃくちゃね、むずいなってなってきたね。一番なれなかった。アイコン変えたよ、マジすごい、いい写真いい写真って言ってくれてる。今日はまああれだね、ワンピースで。奥さん、かわいい、ありがとう。フォローしました、ありがとう。え、ツイッターをですか。嬉しいね、明日行きますとか、明日も行きますとか、嬉しいね。姫かと思ったら姫だった。みんな優しい、優しいね。保存した、お、ハート、ありがとう、カイト。キュン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 。スマソンです。そう、すいませんよ、スマソンってね言うの。スマソンスマソン、どう、スマソン、みんな使って、みんなも使って。リプ見ないの恥ずかしい、今さら、今さら。なんかアリスがいいねつけてくれてる。タコさん、タコありがとう。ありがとう、タコちゃん。
紅茶レモンパンありがとう。ペンギンさんがマント乗ってるやつありがとう。チュン、かわいくてスマソン。チュン、かわいくてスマソン。みんな早いよね。通知来るようにしてる？ツイートとか。舞台の稽古お疲れ様です。ありがとう。みんなもお疲れ。また練習頑張った。ありがとう。アリスちゃんメンバーみんなのにいいねしてた。みんなのにか。通知設定します。おお。だよね。じゃないとさ、なんかすぐそうやってコメントとかさ、通知来るようにしてくれてるの。ありがとう。アリスね、なんかね、ロック画面をね、あのトリプルデッドのなんか肩組ん、アリスとニアミが肩組んでる写真をずっとロック画面にしてくれてたんだけど、最近ねあれに書いてたな、なんかの対バンの時に撮ったなんかツーショットにしてた。もう全然アリミじゃなくていいのに、こう変えてもらっていいのにね、嬉しいね、可愛いね。ゆずきちさんありがとう。星さん、かわいい、かわいいね、アリスさん。アリスさんね、断層した時ね、イケ散らかしてたからね。あの子、やる時やるからね。愛じゃん、愛。まことさん、タコありがとう。アリスのスマホチェック、続いてるんだ、そう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 。ロック画面って見えちゃうじゃん。嬉しい、すごく嬉しいよ。伝わってたけど、合同お話し会の時、物販でネームプレートの直筆手に入れたよ。ありがとう、ありがとう、嬉しい、おめでとう。誠さんありがとう。自分前見にしてます。どの写真、どの写真だろう。いけ散らかしてた。そう、トリプルデートのオフショットの肩組んでるやつはアイミが肩組んでるのに、あのアリスが断層した時はアリスに肩組まれてたよね。アイミ出てた、そう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 、出れてたやつ。アリスちゃんかわいい、かわいいよね。うん、綺麗、お顔がすごくずっと言ってる、綺麗だねって。ちなみに俺のロック画面もあいみんとのツーショット。おー、ななこちゃんありがとう。キューピットありがとう。今日も買いすぎる、ありがとう。かわいいかい、ハチピーさんありがとう。久々、確かに久々。トリプルデートのね曲ほんとにね、なんか可愛くて、葵のあの君と離れたくないおーイエーイのところがもう泣きそうになるね、あれは。毎回聴いてたら。今年に行かないじゃん。もう見に行くからね。わー待ってるね。ありがとう。
ありがとう、タコさん、ピューマンさん、ありがとう。あそこマイク先生ギザギザしてる。イエーイで。なるほどね。ななこちゃんありがとう、ペンギンちゃん。たかしさんハートありがとう。トン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 、ハートがいいハーティーハラときめき放って、トン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 、確信したこの夏は熱くなるでしょう、返事はイエスでちっちゃきまりちんくるくるえい。ありがとう奥さん、ミラーボール、わあたくさんハートも。最近ねずっとチョコレートメランコリーを聴いてる。かっこいい、かわかっこいい。何かさんありがとう、ひめひめ。ライブ行ってみたいな、きな。紅茶レモンさん、ひめありがとう。また全体にトリプル出て聞きたいね。セッキーはありがとう。ペンギンさん、こっち見て喜んで、そんな目で震えないでよ。かっこいいよね。チョコメラカラオケで歌う、わあいいね。ちょっと難しそう。やー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 、君とだったら私てん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 。いいよね、セリフもあるといいよね。大運動会トリプルデート感動した。確かに大運動会の時もしたね、トリプルデート披露した。モンガーさんありがとう、ペナイト。サイコパス愛想本当。こっち見て喜んで、そんな目で震えないでよ。天使はどこへ、スペイベ申し込みしたよ、あゆみに会いますよね、会いますよね、スペシャルイベントきっと当たるさ。こんばんは、こんばんは。スペイベ行ってみたい、来てほしい、おいでおいでおいで。キーさん寝てる、キーさん起きてますね。死ぬ結婚式とかぶってスペイベ覚えてんわ、おめでとうございます。結婚式楽しんで、親友のいいね。東京は早々意見後、今回もスペイベ行きます。おお待ってるね、スペイベ
21回も楽しいよね。起きてる割に静か。なんか動いてる。くちょくちょくちょ。やっぱさ、写真ってさ、今日なんかくるっと回るのを撮りたかったんだけど、めちゃくちゃ難しかった。ブレるしさ、斜めるし。さ、写真撮るときってさ、いっぱいさ、いろんなさ人がいるわけじゃん、周りにね。ちょっとね、人がいるときにさ、ちょっと決め顔とかするとさ、あ、マルコありがとう、姫恥ずかしいけど、気にしない。やっぱインスタグラマーさんとかめっちゃさ、うまいよね、撮り方。写真撮るのうまい人いいな。動きあるのむずいわな。動きあるのむずいですね。お疲れ様です。お疲れー。オンラインお話ありがとうね。今日ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。楽しかった。いつもね、来てくれてありがとう。みんな外で写真撮るときとか恥ずかしいですか？人がいたら。マイミの伝説の美少女シリーズとかあれね、あれいいよね、動画。ああいう動画、あれそれのにしたね。あれそれのにした、そのメンツでラジオじゃん。ウケるね。正直あれ毎日見てる。え、ほんと？毎日？遡って見てるの、ツイート。今日は夜更かしです。そうですね、ラジオで聞いてください。みんな夜更かし得意？人前で写真はちょっと恥ずかしい。それなけどね、アイドンキュア気にしない。気にしない。やっぱもうね、ダメだね、こう他人は関係ないみたいな感じで、そのマインドでいこう。明日も仕事です。ファインティン。その二人とラジオ、そう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 。今日鎌倉で生写真持って撮ってたら偶然知り合いになってきますか。なんかさ、知らない人だったらまだいいけどさ、知り合いとかさ、なんかちょっと家族とかはずいよね。わかる。なんだろうね、なんで恥ずくなるんだろうね。恥ずかしいってなる。白目向いて起きてます。やばい。やばいね、夜型人間。じゃあ夜更かし、なんか別に夜更かしはできるけど、早起きがきつすぎてやばい。会社でまだおたわりしてない。え、でも言わなかったらバレなくて。アクスタ持って撮るのが難しい。難しいね。アクスタなんかご飯と一緒に撮ってる方とか多いよね。最近バイト始めたら貢げるお金が増えて金銭感覚狂った。
え、どのぐらい稼いでんの？え、何のバイトしてるの？仕事頑張れる。ナイシー、ありがとう。お邪魔しましたかな。頑張れ、バイピン。お仕事、バイト。オタク顔だからすぐバレる。バレないよ、絶対。オタク顔じゃなくない？早起き苦手。早起き苦手です。なんか、そう。ショートスリーパーじゃないか。生々しい。そうか。そう、なんかね、すごいね、直球でね、聞いちゃうからさ、ストレートにさ、ドストレートにさ、なんか、聞いちゃうんだよね、普通に人に。ダメかな？聞いちゃうの、こうやって。そう、なんか聞いちゃうから、そう、なんかお給料とか言いそうになるから、もうやめてって言われたりする。なんか普通に聞いちゃうからさ、言いそうになるって。秘密主義なのにめちゃめちゃ聞いてくるの好き。確かに、自分のことはこの子自分のこと言わないのに人のことめちゃめちゃ言うじゃん。ストレートに聞くのいいよ。本当、有能なビジネスマンになれそう。本当に。よその国の人だから全然気にしない。やっぱりオープンですか、外国は。だってさ、金銭感覚、なんかバイトで稼げてるから金銭感覚狂うみたいな言ったらさ、じゃあどのぐらい稼いでるんって聞きたくなるじゃん。お金は大事だよ。人間ってさあ、なんか生まれてから死ぬまでどのぐらいお金かかるんだろう。まあ人によるか。キュール、キリンゴ何個分、そういう表現にしかする。あ、お話し会で悩みに聞き返していい。いいよ、個人情報なので言えませんなって言い返す。マリオみたいにコイン稼ぎたいですね。チュリンチュリン。個人情報懐かしすぎる。個人情報なのでね、ちょっと言いませんと。そう、なんか人のことは結構聞いちゃうんだけど、自分のことあんまね言いたくない、言わない。言わないんですよね。なんかそう、すごいね、なんか警戒しちゃうんだよね、いろんなことに。言い方だからかな。ずるいぞ。警戒心で、そう、警戒心ね、そう、めちゃめちゃあるんですよ。あ、なんかこの状況やばいかも、危ないかもっていうのがすぐわかる。がなんかお友達とお出かけしてて、なんかここなんかやばくないみたいな、すぐ出ようとか。そう、そういう察知能力はちょっとあるんだよね。
でもなんか逆になんかそう警戒しすぎてなんかこう警戒しすぎるのもあんまり良くないなぁと思う。警戒しちゃってなんか全然警戒しなくてもなんか大丈夫なのにみたいな。ハチピーさんありがとう、ハート。なんかちょっと鈍感なぐらいがなんか人生は楽しいのかもしれないって思う。雰囲気です。なんかまあただめちゃめちゃ警戒してるだけなんですけど。どうしてこんなに警戒するような人になってしまったんだろう。てつさんハートありがとう。最初の頃握手会の前にも警戒心強すぎてちょっと戸惑ったことある。猫みたいね。あ、猫っぽいのかな、猫っぽいの。よく言われる、なんか警戒心やばみたいな。警戒心マックスじゃんみたいな言われますね。猫目、確かになんか全然垂れ目とかじゃないよね、みの目ってきついよね。動物の本能、心を許すまでに時間かかるのかな。そうそうそう、めちゃめちゃかかる。心許したらめちゃねガンガンねいっちゃうんだよね。あいみは優しいよ、すごい仲いいお友達がいて、その子にずーっとねしつこくね LINE してる。もうね無視されてますよ、ずっとしつこすぎて。姫、マロちゃんありがとう、マロッシュありがとう。親友っていいよ、ベストフレンド、ベスティー。ガンガン来ていいですよ、なんかそんなガンガンいけませんよ。ベスティー、アイミンと友達になれる人生が良かった。めちゃめちゃしつこいよ。なんかずっと LINE 送ってくるみたいな感じです。宝くじなんで当たった日に警戒しすぎて、いや宝くじ当たったらどうしよう、みんなどうする。貯める、楽しいねそんな考えたら。そのお友達が最近舞台やってて、そう見に行きたかった、見に行けなかった。当たったって言いふらしちゃう。待って待って、それダメダメ、危ないよ、狙われる。
当たったって、そんな言いふらす人いるかな。宝くじ当たったら誰にも言わない、黙っておく。誰がねってくる。いやいや危なくないですか。警戒。マイミに半分渡すわ。やったー、宝くじ当たった白原インコさんを迎えしたい。かわいい。黙って便使ってそう。車に、車買うかな。いやでもまあ車、いやーでも人生何が起こるか分かんないから貯めときたい。不安なんだよねこれからね、人生どうなるか分かんないじゃん。銀行で注意されるらしいね、言うなとか急に会社辞めるなとか。あ、そうなんだ。なんか裏に呼び出される的な。カイトさん、またありがとう。貯金派、そうですね、めちゃめちゃそうですね。なんか怖くて使うのは、お金を。でもまあ普通に生きていくだけで人間お金かかるなっていうのは学んだね。なんかめちゃくちゃ現実的な話してる。いつも現実的な話になっちゃう。ランボルギーニ会場入りしてたらおもろい。ランボー、それ面白すぎる、強すぎるでしょ。株を買う、ブン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 。ニーサしよう。お金は大事よ、大事だよ、大切に。でもさ、めちゃめちゃさお金貯めて貯めてさ、いきなりさ、まあ人間いつ死ぬか分かんないからさ、なんかいきなり死んじゃったら悲しいな、それは。なんか自分のしたいことに使っとけばよかったってなるよね。まあ楽しいね。マジで魔法使えるなら寝なくてもいい、なんか体質になりたい。なんかさ、やっぱさ寝るって最高すぎてやばいんだけど、もうね10時間は寝ないとねすっきりしないんだよな。それなやっぱ即使うべき。後のことも考えないとね。でもためない主義の人もいる。まあね、相続します、ありがとう。相続、寝てる時間もったいない。なんかまあ寝てる時間で何かできるよなっていう時もあるよね。だってさ10時間とかさ起きてたら長すぎるじゃんね。あ、相続いいね。寝る瞬間幸せだよね、幸せだよね。いや寝ろよ。いやもうなんかさ人生の3分の2は寝てるって感じだよね。
1日の24時間を例えば30時間にしても、なんかその、まあ、6時間増えたとしても、調べるのかわいそうバカなんで、6時間増えたとしても、その6時間さ絶対さ睡眠に回されない気する。仕事に回されそうだよなんかこういう話ばっかりじゃんか。寝たらセリフ覚えるとかね。そうそう、寝たらね頭が整理されて、あれですよ、ちょっとパニックになってたことがちょっと落ち着く。寝ないと人間やっぱちょっとおかしくなる、日本語がリオンちゃんありがとう、ハート。じゃあそろそろランキング見ます。13位、チュンスケさん、パチ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 。12位、ナリカさん、パチ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 。11位、ティーママさん、パチ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 。10位、マルさん、パチ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 。9位、トシアトマコエビミンさん、パチ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 。8位、ワタナビーさん、パチ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 。7位、ナナコちゃん、パチ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 。6位、ハチビーさん、パチ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 。5位、カイトさん、パチ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 。4位、歩みの奇跡、セッキーさん、パチ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 。3位、ゆずきちさん、パチ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 。2位、奥さん、パチ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 。1位は、ドゥルルルルちゃん、紅茶レモンさんです。パチ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 、ありがとう。ラジオ聞くね、ありがとう。そうね、ラジオ、今日ね、ラジオですね。ぜひぜひ聞いてください。で、今日の午前、待って、10時からミルポンのなんかあれですね、あれが始まってますね。ラジオ聞いてね。今日のまあ午前10時からもうチケット一般販売開始してますね。ミルモデポンの舞台の、ぜひぜひ。いつまでとかまだないのかな、締め切り書いてない。ミルモデポンの舞台ね、ぜひぜひ。ぜひぜひ寝落ちしないように気をつけます。ラジオね、寝落ち夜更かしを一緒に。で、そうね、ラジオなのでね、今夜は聞いてください、ぜひぜひ。アプリとかでね、どこからでも聞けるのでぜひ。で、今日ありがとうございました。また配信終わってツイートにこう、私のツイートにね、こういいねしてくれた方とかリプしてくれた方をまた監視したいと思います。ありがとう。また明日もお話し会、コラボさんとノイミーさんの方あるので来られる方お待ちしてます。ありがとう。今日はお話し会とショールーム、ありがとう。おやぽみー、バイバイ。たくさんコメントギフトありがとう、楽しかった。バイバイ。いきます、じゃあね、おやすみなさい。